どうもー、影やんです。ですね、今日はですね、歯のクリーニングですね、歯医者さんにね、行ってきました。定期的に、ね、あの歯医者さん3ヶ月に1回歯のクリーニング行くんですけども、あのちょっとコロナの影響というか、そういうのでちょっとなかなか行けてなくてですね、去年のね10月か11月から行けてなかったんですね。で今日ですね、久々に、行かせていただきました。でちょっとね、歯の中でこう上の歯のもっと歯茎の上らへんのところがちょっと痛かったんですね。でその歯のクリーニングしていただける方にですね、でお聞きして、ちょっとなんかこの辺が痛いんですけど言って聞いたらですね、口内炎ができてますということでですね、口内炎ができてたということで、もう口内炎がもう一つ何のこと、何かいうのもう一つよく分かってないんですけども、でどういう原因でね口内炎ってできるんですかみたいな話してたら、原因ははっきりはこう分からないらしいんですね、今のところは。あのまあ、ストレスやったり疲れやったりとか、ビタミン B が不足してるとかいろいろ言われるんですけど、しっかりした原因がこう分かってるわけではないと。ただまあ口内炎というのはできるということで、ほんで、歯のクリーニングをこうしていただいてですね、その後に、その口内炎のね薬を塗っていただいてっていう形を取ってもらったんですけどもね、やっぱりね定期的にやっぱりその歯のクリーニングは行った方がいいなって思いました。やっぱりね、そのこう結構ちゃんと磨けてるんですけど、この奥歯のこの辺がちょっと磨きが弱いですねとか、そういうことを言っていただけるんですね。で歯の磨き方をチェックしますね言って、こういう風にしてくださいみたいなことをこう指導していただけるんですね。でそういうことでですね、自分が普段ねこう磨けているとか磨けてないとかいうのがこうチェックできないというか、その自分では磨けてると思ってこう歯磨きってしてるんで、その客観的にはその歯の状態っていうのは見れないというか見ないんでね、なかなかそういうチェックをねしていただけて、ここはこうですよとか、あと口内炎っていうのも、僕はなんか歯茎の上のとこ痛いなと思ってたら口内炎やったと。ほんで口内炎は日にち薬で治るいうことなんですけども、そういうのもね、なんかこう例えば僕が行ってるみたい、前みたいに3ヶ月に1回行ってればね、もっともっとこうケアがしっかりできてたと思うんですよね。だからやっぱりこう歯のクリーニングっていうのは必要やなというふうに、思いましたね。今日改めてこう歯のクリーニングの重要性というかね、そういうのが、大事だと、実感できたというか、そういうところですね。なんかやっぱりその何て言うんですか、その3ヶ月に一遍のことなんでね、ぜひというか僕は行くようにしなあかんなと思ってます。で歯って結構大事ですよね、いろいろ関係あるのと、あと歯がもし虫歯とかになったら、これなんか仕事とか全然手につかんぐらい歯が痛いと何もできない状態になるじゃないですか、我慢できひん痛みっていうか、そういうのが出てくると思うんでね、歯のクリーニングを僕はずっとこう定期的に行くようになってから虫歯には1回もなってないんですね。だからやっぱりそのクリーニングの効果と、それによってね、歯磨きをしっかりしようという気持ちにもなりますし、その歯の磨いてて、そのウィークポイントというか、こう磨けてない場所っていうのをもう客観的に教えていただけるという状態になるんでですね、この歯のクリーニングの重要性というのがね、大事だということですね。だから何て言うんですかね、その他のっていうか、その体のことっていうの、体のメンテナンスは自分である程度ね、体作りっていうのをこうしていけばいいんですけども、その歯に関してはですね、その虫歯になってほっといて勝手に良くなるいうことがこうないんですよね。だからその定期的にしっかり見てですね、虫歯がないかどうかのチェックと、その歯のその汚れであったりとかね、そういうことのチェックであったりとか、その他にまあ口内炎もそうですし、そういうことのチェックであったりとか、そういうのをねしっかりその歯のそのメンテナンスっていうのはしとかなあかんなというふうに思います。
ますね。で、あとで体、自分の体に関してはですね、その自分がこう例えばウォーキングをするとかですね、そういう体のセルフケアをするとかですね、そういうことでこうある程度はね、こうケアしていくと良くなるっていう可能性はあるんですけど、何回も言いますけど、歯に関してはその一旦悪くなると、良くなるには治療が必要やという状態になるんですね。歯っていうのはこう必ずというか、いかなあかんと。今日もね、2750円かかったんですね。で、2750円って、まあ、歯医者で2750円そこそこ高く感じるかもしれないんですけども、3ヶ月に一遍ですんでね、まあ、1ヶ月1000円ぐらいですよね。それで歯がこう正常に保たれる、健康な歯の状態をこう保つことができるということであればですね、やっぱりそれぐらいの金額はね、自分に投資、自分の体に投資ですよね。です。これはもう僕ずっと続けていこうというふうに思ってます。で、近くにそのいい歯医者さんがあるんで、その歯科衛生士さんもね、しっかりこういろいろ教えてくれるし、すごく勉強になることもあるし、で、歯磨き粉もね、そこで教えていただいた歯磨き粉をこう使ってる安いやつですけど、よくあのコマーシャルにやってるようなやつですけど、それだと、歯が白くこうなるんでっていうことで教えていただいたり、あと、歯ブラシですね。歯ブラシもこういう歯ブラシを使った方がいいですよっていうのとかですね、それに関してはね、ちょっと歯ブラシが高いんでね、ちょっと普通のよりは高いんで、一回買わせてもらったんですけど、それ以降は、使ってないと。で、自分で磨くことでこうそれをカバーすると、磨き方でカバーするっていう形を、取っていこうかなというふうに思ってます。ということでですね、今日は歯のクリーニングの大切さですね。だから歯の大切さですよね、やっぱ歯は丈夫というか、その自分でこうもちろん歯磨きを毎日毎回するんですけども、それだけではちょっと不十分なところがあるというところで、完璧に磨くっていうのはなかなかできないかなと。本当にこう時間かけて磨けばいいんかもしれないんですけどね。で、あまりね、それも歯磨きもねしすぎると、また次こうなんかこう歯茎が痛む時もあるらしいんでね、いろいろその、やりすぎはまた良くないっていうのもありますし、まあまあ3000円弱のね投資なんで、しっかりとこれからも進めたいと思いますし、これは僕は、おすすめしますね。特にどうですかね、40代以降ぐらいになったら歯のメンテナンスにはしっかりした方がいいんじゃないかなというふうに思います。僕も40代なんでね、しっかりそれは続けていこうというふうに思います。ちょっとね、半年以上空いてたんでね、久々やったんですけど、やっぱり3ヶ月に1回ぐらいはこう行くようにしなあかんなと、行くようにしようというふうに、思いましたというところではあります。ということで、これぐらいに今日の、一人ドライブですね。一人ドライブというか、まあこの車からの動画は、以上とさせていただきます。ありがとうございます。